どうもボビーアトレザーのボビーです。今回ですね、紹介するのはですね、新作のハットになります。まあワイルドレザーハットという名前に今してますけども、今までのね、従来のバルハットと比べると、よりシャープになった感じがしますね。全部バランスは変えました。このクラウンの大きさとか、この高さもちょっといじってますね。カスタムしてます。まあパッと見た感じ、これはまあ同じ大きさなんですけども、これはまあ普段僕が被ってるハットです。この大きく変わった感じがあるところは、まあ、この正面のこういうところかな、あのブリムの、これは割とこうちょっとコンパクトな感じにシャープにしてますね。まああのこの長さも、まあ、ちょっとあのこのレンズで近くなんでちょっと歪んでしまってますけど、バランスも、まあ、基本的にはちょっとこう分かりますかね。ただブログの方で、いろいろ解説していきます。全体的にこうコンパクトでシャープな感じで、まあちょこっと被る感じですね。今回まああのこの、ラックスクロークのレーザーをね、特注で作りました。ノーマルのブラックでもいろいろ、いろんな革でも展開していこうかなと思っております。楽しみにしてくださいね。またこれのね、成長期をブログに綴っていこうかなと思います。せっかくね、このヌメ革で、作りましたんで、まあこれがまた冬になった頃には、秋か冬になった頃にはいい感じの飴色になってくれたらなと思っております。うん、なかなかね、このヌメがね、風がね、綺麗な感じなんですよね。気に入ってます。かっこいいでしょ。それじゃあね、バイバイ。